束だよ、かけがえのないステージも。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。みなさんこんばんは。アイドリープライド川崎桜井空間の舞です。白石つえく高岡のんです。この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドを様々な角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。ここで早速、クイズがございます。はい、ドドン。昨日8月14日は何の日でしょうか。リリ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 リ。正解は、正解は、はい、我らがマイマイのお誕生日。イエーイ、ハッピーバースデー。ありがとうございます。いやー、嬉しい。もしかして、はい、いよいよバブちゃん卒業なのでは。いや、もともと私はバブじゃないし。あれ、え、あれ、私バブじゃないんだけど。おかしすぎてお菓子あげちゃうぞ。やったそれは10月それは10月1年にしたいとかありますか。抱負は、抱負はですね、交流の多い1年にしたいです。お、その心は。去年一昨年がコロナ禍でやっぱり人と会える機会が少なかったので、ね、今年はやっぱりいろんな人と出会ってたくさんお仕事したいし、こう星見のメンバーともみんなでいろんなとこに遊びに行きたい、そうだ、ね、と思ってます。そうだね、そうだね、なんかすごい出会いの大切さを実感したもんね。このね、1年2年はね、そんな中でさ、マイマイたちとさ、出会えたのめちゃめちゃ、もう奇跡ではって言ってね、これは奇跡、ほっこりした、幸せ、これがアイドリープライドだ、ははは、絆の物語じゃん。で、マイマイが幸せいっぱいの23歳を過ごせますように。ありがとう。ね、ノンノンもね、来月だもん。再来月。ね、そう、9月だから来月だ。そう、来月だもん。そうなのよ。ね、あっという間だよ。ね、楽しみだね。ね、もう、ハッピーハッピー。ハッピーハッピー。そんな今夜はですね、わ、誕生日特権で、独り占めしたくなっちゃうくらい素敵なゲスト。お、月のテンペスト、伊吹渚役、夏目ココナちゃんが来てくれまーす。やったー、ココナちゃん。はい、リスナーさんにですね、ココちゃんをタコ紹介してくださいって。お、タコ紹介。いやー、めちゃめちゃ女の子らしくて、わかる、しっかり者だし、しっかり者、優しいし、ね、あとはやっぱ私はお菓子作りがすごい得意なイメージがある、ね、私も、なんか、パティシエ級じゃない。めちゃめちゃ美味しい。そう、美味しいし、超可愛いし、素晴らしい。天才、天才の女の子。天使が、天使がやってくる、ね、天使がやってくる二人だけが知ってる夏目さんエピソードはって、あ、それこそね、そう、お菓子、そうそう、ね、あの、作ってきてくれたね、昔ね、その時も美味しかったし可愛かったね。いや、めちゃめちゃ美味しすぎてさ、なんかお店開けるのではってくらいだったよね、本当に。本当にど、あ、どんなお菓子でしたかって。え、なんだっけ、あの、琥珀糖だよ。あ、琥珀糖だったしさ、あの、キラキラした砂糖のお菓子、くるくるキュルキュルみたいなやつ、なんだっけ、あの、茶色くてくるくるキュルキュルしてるやつ。え、なんだっけ、あの、名前がね、出てこないのよ。あの、おしゃれなやつ、めちゃめちゃおしゃれ、ね、あ、待って、わかります。わかる、あれだよね、あれだよね、ちょっと待って、あれなんですよ、メレンゲ。え、違う違う違う、メレンゲも、メレンゲも、あ、作ってもらった時もあった。一番最初にさ、なんか、あの、あれがあったじゃない、あの、超おしゃれなやつ。本人に聞いてくださいって言われちゃいました。もう私たちさ、ほんと、もう食べ物、うたい、うたい。味がわかるのよ。そう、味がわかるんだけど。美味しかったの、ほんとに覚えてるんだけど。名前が出てこないのよ。もう、バブじゃなくて、おじ。おじ、おじ。おじ。性別通り越して、おじ。はい。そんなココナちゃんはですね、この後ご登場です。はい。それでは、私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。レッツゴー！ファイオン！エイ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 オン！アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。改めまして、こんばんは、菅野舞です。高岡のんです。それでは、本日のゲストにご登場いただきましょう。この方です。マイマイ、お誕生日おめでとう。
ただきたいと思います。はい、お願いします。マネージャーさん、こんばんは。いぶきなぎさ役、夏目ココナでーす。さあ、こちゃんでーす。お願いします。もうキラキラしてる。もう入ってきた時からもうオーラがさ、お花持った天使かと思った。そう、本当にね、もう地上に舞い降りた天使かと思ったよ。草原が見えたもん後ろに。わかる。お花畑が見えた。ねえ、すごい。なんかゲストさんもいらして、前々もお誕生日でめちゃめちゃハッピーハッピーでした。ハッピーハッピーでした。来てくれてありがとう。こちらこそお邪魔します。あ、そうそう、早速なんですけれども、そんなココナちゃん演じるなぎさちゃんはですね、ことのに絶対的信頼を寄せる友達思いの優しい女の子なんですよね。アイドルを目指したきっかけも親友であることのをサポートするためでした。ゲームアイプラでは担当アイドルとの信頼度が高いとメッセージが届いたり電話がかかってきたりするんですが、もしなぎさちゃんがプレイしているユーザーだったら、ことのちゃんから鬼電が来てますよねって。確かにそうだね。確かに確かに、めちゃめちゃ仲いいから ね、 ね、そんなココちゃんは、なぎさちゃんはどんな女の子ですか。はい、にとってなぎさちゃんはもう本当に友達思いのいい子、本当にいい子。あの子は天使。もうココちゃんもなぎさちゃんも天使。天使が天使って言ってる。なんだこの世界は。なんだ、なんかすごいドキドキしてドキになりそうな。待って、ね、これは本物の天使だ。これは本物の天使だ。もうドキドキドキ、今すぐドキになっちゃった。100点やばい。待って待って、私に3点なのにここに100点なの。これはね、ちょっとゲスト特権ですよね。いや嬉しい、売り切れた。ありがとうございます。信頼度ってゲームにもありますけどね、どんな時に上がると思いますかって。自分にとってココちゃんにとって信頼できる方とかっていますか。信頼できる人、私にとって信頼できる人、私たちかな。坂尾さん、ちょっと黙って。ごめんなさい、ごめんなさい。2人とももう当てはまるんだけど、そう、私にとって信頼できる人は自分のことも話してくれて、相手のこともちゃんと聞いてくれる人が信頼できるかなって思うから、2人だよ。信頼できる2人で。ココちゃんね、普段から LINE とかでもいっぱいお話ししてくれたりとか、ね、本当にね、いい子なんだよね。めちゃめちゃさ、まめにさ、返事とかもさ、返してくれて。毎日ちょっといい一つ、はいはいはい、可愛すぎるエピソード、ココちゃんの。何ですか、ね、虹が、出た日があって、その時にね、すごい綺麗な虹の写真とともに、マイマイ、虹が綺麗だよって LINE が来てる。純粋な LINE をさ、したことないからさ。確かに虹が出てさ、これ誰かにさ、送ろうっていうところもね、幸せのお裾分けだよって言われて、何私ちょっと彼氏になってもいいですかって思いました。いやもう超キュンキュンしない。やばいよね。いや、キュンキュンさ、絵文字とかもさ、めちゃめちゃ可愛いの使っててさ、いやさすが学生さんですよ。女の子らしい。ねえ、本当に、はい、そんな渚ちゃんはですね、つい先日8月3日に誕生日を迎えました。渚ちゃん、ぜひココちゃんからもね、誕生日のなぎさちゃんにメッセージをお願いします。はい、なぎさちゃんおめでとう。苦手なことにも全力で取り組むなぎさちゃんが大好きです。いい一年にしてください。ちょっと待って、なぎさちゃんって、私なぎさちゃんじゃないのにすごい研究して。わかる、私たちなぎさちゃんもしかして。私たちなぎさちゃんだった。なぎさちゃんになりてなりてということでね、素晴らしい、もうそんな素敵なメッセージいただいたところで、ココナちゃん宛てのメールも届いてるので紹介お願いします。はい、こんまるネーム、ピスケの岐阜県さん、ありがとうございます。ありがとうございます。マイマイのんのん、ナッツさん、こんばんは。こんばんは。ナッツさん、なぎさのバースデー祭壇見ました。この地球上でなぎさの最推しは間違いなくナッツです、もう愛しか感じられない誕生日をナッツ自ら準備していたかと思うと、二人まとめてサイ&コーン、尊い。もう準備時間や桃のケーキはどうしたかなの、もうぜひぜひ詳しく聞かせてくださいという熱いメールをいただきました。めっちゃ気持ちこもってましたね。ねえ、もう誕生日なのでね、
すごい、私も見たの。ね、ね、最高、素晴らしかった。愛が本当にこもってる。ね、素晴らしい。ありがとうございます。渚ちゃんにあげたケーキはどうしたんですか？うん、桃のレアチーズタルトを作りました。え、作ったの？作った。めちゃめちゃ上手じゃなかった？私お店で買ったやつかと思ってたよ。私あれ、うますぎてうまいになった。食べてないでしょ。待って、うまになっちゃってるけど。高橋さん、作ったの？作ったよ。どういうこと？魔法使いなのかも、ここちゃん。栽培からしたってこと？いや、それは違う。じゃないでしょ。それは違うでしょ。ハードルがすごい。チーズと桃って合うんだね。おしゃれだね。すごい。すごい。お味はどうでしたか？美味しかった。だって私たちいただいたね、あのお菓子美味しいって話さっきまでしてたんだけど、そう、名前さっき出せなくて。当初さ、そう、当初でさっき言ってたさ、お菓子の名前ってさ、うん、カヌレじゃない？カヌレだ。だよね。今カヌ思い出した。カヌレだよね。バレンタインの時に。でも私あの時に初めてカヌレなるものをいただいて、しかもそれが手作りでさ、本当だよ。おしゃれすぎて、もう美味しかったしね。美味しかった。ほっぺた溶けた。その説はありがとうございます。ありがとうございます。食べてくれてありがとう。なんて優しいんだ。もう涙が出てくるよ。デレデレだよ、もう。もう嬉しい。ハピハピだ。というわけでメールはここまで。こんまるでは引き続き皆さんからメールを募集しております。アイプラに関することはもちろん、私たちへの質問やメッセージなど何でも OK です。詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。メールアドレスは pip@joqr.net、pip@joqr.net です。いつでもお待ちしてます。それではここで一曲。今日はココちゃんが来てくれているので、こちらをお届けしましょう。曲紹介、ココちゃんお願いします。はい。聞いてください。月のテンペストで The One and Only。 一番そばにいた君がいてくれた迷いない。お届けしておりますアイドリープライド、こんばんはから始まる物語。ここからはココちゃんと一緒にこちらのコーナー、グローイングプライド。芸事の世界に必要な三種の神器、一つ知識、二つ立ち振る舞い、三つ暗黙のルール。声優として業界を渡っていくために、私たちが対決で芸の肥やしを丸々蓄えていきます、はい。今日までに記録されている芸事プログラムは、マイマイが9勝、ノンノン5勝になりました。ちょっとだけ、ちょっとだけ追いついた。よかったね、ノンノン。ちょっとだけ進んだよ、ノンノン。進んだよ、進んで、おめでとう。はい、おめでとう。何でしたっけ。そ
そうなんですよ。なんでかっていうとですね、前回、はい、ダジャレじゃん !8 月8日何の日バトルをしました、はい、そう、ダジャレといえばね、高尾さんじゃないですか。はい、まあ、結果はですね、まあ、スタッフさんに苦笑いみたいな感じだったんですけれども、いや、すごい優しさを感じましたね。まあ、そうよ。世の中の素晴らしさを感じました、本当にここでは。そうよ。はい、まあ、追い上げていってくださいね。はい、はい、この模様は、アイプラ公式チャンネルをご覧ください。お願いします。お願いします。そして、本日習得する肥やしはこちらです。なれるかな?バブ、トゥ、お姉ちゃんバトル!おー!イエーイ!皆さん、お気づきでしょうか?いつもバブ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 大騒ぎして争い合っている私たちですがね、はい、今日はゲストのね、うん、ココちゃんが最年少なんですよ。ココちゃんいや、とっても大人っぽいけどね、一番大人っぽいってさっきスタッフさんもね、一番大人っぽいじゃんって言ってましたけれども、そう、ココちゃんが最年少なので、はい、珍しくね、私たちがお姉ちゃんなのですよ、うん、しかもね、ココちゃんは実際にお姉さんがいらっしゃるそうで、はい、大好きなお姉さんに影響されて声優さんを目指そうと決めたそうです、うんうん、そうなの、ココちゃん。そうだよ。仲良し、ね、お姉ちゃん、仲良しで、うん、私のお姉ちゃんは、うん、私がやっぱ妹だから、うん、そのお姉ちゃんだから妹に優しくしないとっていうことで、うん、お菓子とか自分も食べたいのにあげるよって言ってくれたりとかして、いい、うちのお姉ちゃんそんなんじゃないんだけど髪の毛のお姉ちゃんそんなんじゃない、奪い合いなんだけど。高尾家のお兄ちゃんはでもちなみにね、うん、似てる、その感じ。素晴らしい。平和的。優しいね。そんなね、お姉ちゃんの妹さんだからココちゃんも優しいんだね。確かに。ね、優しい、本当に。ね、うん、じゃあね、そこでちょうどね、カンノンも、まあ、昨日一つ年を重ねたばかりなのでね、ここは一つね、ココちゃんが憧れるようなお姉ちゃんを目指したいと思います。はい、ルールはですね、マイマイとノンノンによる私がお姉ちゃんならこんないいことがあるよアピール合戦です。なるほど。私たちの妹としてプチ悩み相談を打ち明けてもらいます。なるほどね。それをね、どう解決できるか、お姉ちゃん力が試されるわけですよ。いやー、なるほど。ってことはここにいる3人ってみんな末っ子ってこと？あ、そうだ！そうだ！末っ子、お姉ちゃんケーキなし、末っ子ズ、末っ子ズだ。初めてのね、私と前々もお姉ちゃん体験だね。いやー、ちょっと頑張らないと。じゃあ先攻後攻のね、うん、決めていきたいんですけど、うん、まあその勝敗をジャッジするのもね、ココナちゃんということで。そうだよ、はい、妹ちゃんとして。じゃあたくさん甘えてね、私たちに、うん、甘えます。困らせてね、お姉ちゃんたち。お姉ちゃん頑張って。頼りにしてるよ、お姉ちゃん。頑張るしかないよ、頑張るしかない、こんなの。よっしゃ、はい、じゃんけんしよう。じゃんけんいきますか。アイプラじゃんけん、じゃんけんぽい。あ、負けた。やった、カンノ。カンノ先行。あ、じゃあ高校にしたい。あ、高校にしたい。オッケー。じゃあ高尾さん、はい、先行の、うん、のんのんのお姉ちゃんアピールスタートです。ねえねえ、お姉ちゃん、どうしたの、ココナ、今日も可愛いね。あのね、私、うん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 、朝が弱くてアラーム一発で起きられないの。どうしたらいいと思う？そうだったの、うん、それは朝が来る方が悪い。それは朝が来る方が悪いね。そっか、うん、いやでも起きれるためにどうしたらいいかか、うん、でも結構お姉ちゃんも朝ね弱くて、うん、なかなかね起きれないから、うん、その携帯のアラームをなんかもう30回ぐらいセットして1分起きとかに、うん、で起きようとしてるんだけど、それでもここな起きれない感じ。起きれない、起きれない、ね、お姉ちゃんが毎日電話しようか、さ、朝モーニングコールしようか。じゃあ毎日新しいダジャレ1個ずつ言ってほしい。全然いいよ、全然いいよ。朝っていうのにもかけたダジャレも全然言っちゃう、お姉ちゃん。本当に、うん、じゃあ今1個なんか言ってほしいな。あー、じゃあ言いますね。ここにココナちゃんがいます。朝になったら外はコケコッコー。笑って。まさかの朝じゃない。だった。いやー、どうでしたか、ココちゃん。お姉ちゃん力はどのにありましたか。うん、なんだろう、なんか最後のダジャレで全部吹き飛んでたんだけど。
そうだね、どうしよう、どうしよう、私もね、忘れちゃった。内容が ね。じゃあ続いて、うん、高校のマイマイのお姉ちゃんピールスタート。ねえねえ姉貴。どうしたの、ココちゃん。あのさ、私ヤバいを連呼しすぎてヤバいんだけど、語彙力なくてヤバいんだけど、どうしたらいいと思う。そうだね、でもヤバい時はヤバいって言っていいんじゃないかな。いや、それじゃ解決になってなくね。そうかな。でも、舞お姉ちゃんもね、ヤバい時はヤバいって言っちゃうし、可愛いものは全部可愛いって言っちゃうの。ココちゃんいつも可愛いから、私可愛いっていっぱい言っちゃうでしょ。それと一緒だから、ヤバいっていっぱい言ってもいいんだと思うよ。語彙力なくても可愛いから許されるよ、ココちゃん。いやでもこういうね、ラジオ番組だと語彙力ないとヤバくない、うん、じゃあお姉ちゃんと一緒に経験積んでいこうね。ね、お姉ちゃんが、じゃあ夜寝る前にレッスンしてあげるからね。語彙力レッスンしよう。どんなレッスン。そうだね、じゃあヤバいで謎かけしようか、ヤバいとかで。あ、じゃあちょっと一個、じゃあやばいとかけまして、ココちゃんの可愛さと解きます。その心は。どちらもやばい。あ、どうしよう。私も語彙力がない。解決できる。お、難しいぞ。お腹痛い。面白すぎて面白すぎて、まさかのココちゃんの方から妹力が変えてくるっていう、びっくりした。はい、ということで、じゃあ2人のね、お姉ちゃんアピール終えましたけれども、どうだろうね、判定できそう、判定できます。ここ難しいな、これは。手応え的にはじゃあ、まいまいと、そうだね、なんかアピールっていうよりは、なんか困って終わっちゃったから、ここでじゃあ1個アピールね。じゃあ私が、まあ、ココちゃんのお姉ちゃんだったら、まあ夜子守歌歌って、そう、さっきね、朝起きれないって言ってたけど、寝られるようにね、お歌歌ってあげるし、朝もねお歌で起こしてあげるよって。私がお姉ちゃんになったら毎日お湯沸かしてあげるから。はい、もう決まった。お湯決まりました。夏にお湯。それでは判定です。ココちゃん、私とノンノン、どっちのお姉ちゃんに憧れますか。判定をお願いします。この勝負、勝者マイマイ。いや、最初はのんのにしよっかなって思ってたんだけど。あれ、私、のんちゃんの、ダジャレが大好きなの。うわ、すごい、たかおちゃん。いや、これ姉妹になった方が良かったんじゃない、やっぱり。いや、好きなんだけど。未聞だよ。未聞だね。最後の、もうちょっとアピールを終えた後の、あれで、のんちゃんが言わなければ、そのままのんちゃんにしてた。なるほどね。言わなければ、お湯って言わなければ、あんま言わなきゃよかった。何も言わなきゃ。確かに、ココちゃんはさ、料理とお菓子作りが得意だから、そこでお湯を作れるっていう。隣でもココちゃんが、すぐ料理できるように、あらかじめお湯を沸かしとくのよ。アシスタント、アシスタントは料理限られちゃうけどね。そうだね。まあ確かに。いやー、ということで。はい、今日の結果、芸事プログラムに溜まったポイントは、まいまい10勝。わ、え？の、やったら、のんのん5勝。また離れた。次回もね、芸を磨いていきましょう。はい、以上、グローイングプライドでした。もしもし、マネージャー、渚です。今日のお仕事は、さくらちゃんとちさちゃんのラジオで、私、いろいろとお話ししました。ライブのこととか、みんなの日常についていっぱいおしゃべりしたんですけど、気がついたらあっという間にエンディングで、時間ってあっという間ですね。もし、また私がゲストに呼ばれた時は、ことのちゃんと一緒にってお願いできませんか？え、嬉しい！ありがとうございます！その日が来るまで楽しみにしてますね！それでは！
アイドリープライドこんばんはから始まる物語エンディングのお時間です。はい今日のねコールフロムはこんまるネーム星見プロファンクラブ会長さんからいただきました。わありがとうございます。ここちゃん読んでみてどうでした？なんか最後のそのことのちゃんと一緒にってお願いできませんかが、あなぎさちゃんらしいなと思って、ちゃんと見てくれてるなってすごく嬉しくなりました。そんな風に言われたらね会長さんも嬉しいと思う。喜んでると思います。はい、ここでゲームアイドリープライドからのお知らせです、はい、現在ですね、泣き砂の渚ガチャを開催中です、はい、水着姿の星子渚ちゃんが登場しますよ。渚ちゃん、渚ちゃん嬉しいね、うん、そして待望のメインストーリー東京編第2章が追加されました。トリニティエールリズノワールが合流した星見プロダクションにさらなる事件が発生ということで、皆さん必読ですよ、うん、お願いします。また先日全マネージャーに夏の特別賞与として3000ダイヤが支給されました。ギフトボックスから受け取れますのでぜひ活用してください、うん、お願いします。お願いします。さらにただいまお仕事のプロモーションで獲得できるレッスンピースが2倍になるキャンペーンを実施中です。 お仕事を頑張ってレッスンピースをたくさんゲットしてくださいね、うん、その他お得なログインボーナスなども開催中です。詳しくはゲームアイプラ内のお知らせをご確認ください。はい、ということで、うん、ココナちゃんとお届けしてきたこんまる第20話、いかがでしたか？いかがでしたでしょうか？いや最初はすごくドキドキしてドキになってたんですけど、いやでそれはさ弥生ドキ縄文ドキどっち？ちょっとまだうちの妹を困らせないで。ちょっとすみません、さすみません、ちなみに私は弥生ドキね。じゃあ私も弥生にしとこう。弥生だそうです。やったごめんね邪魔して。初めてのラジオって、うんうん、そう聞いたかも。そう、うん、すっごい緊張してたけど、でも、うんうん、2人のお姉ちゃんがすごく優しく楽しく盛り上げてくれて、とても楽しく終われました。嬉しい、優しいね。そしてね、ココナちゃんマイマイへのサプライズもご協力いただいて本当にありがとうございます。大切にします。もうこれをココちゃんだと思って。えちょっと怖いよ。あ、ごめんごめん、ちょっとさ、妹のこと愛しすぎてさ、わかる、気持ちはわかる、ね、うん、ココちゃん大好き、うん、はい、私もラブ、ラブユー取ってつけたんだ。本当に思ってます。はい、もうハッピーハッピーということで、ではではですね、今日はお別れです、うん、アイドリープライドこんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は川崎桜役菅野舞と白石千夏役高岡の、そしてゲストの伊吹渚役夏目ココナでした。マネージャーさん、来週もこの時間は私たちとこんばんはしてくださいね。